大谷はストーリーズで、NPO 法人北海道野球協議会が道内の小学校、特別支援学校約1020校へボールを2球ずつ送るためのクラウドファンディングを始めたという記事を紹介。また、一部地域では匿名でバットとボールが寄贈された記事も引用し、ご協力いただいた皆様ありがとうございますと感謝した。さすがに気遣いも超一流。対応がすごい。ほんと、神。さすがだな。大谷の影響力は絶大。確かにグローブだけじゃ野球できないもんな。優しさの連鎖。俺ら野球好きも、大谷や記事の人たちみたいに何か子供たちのために貢献したいよね。おじいちゃんになっても、ずっとテレビで野球を放送してほしいから、子供たちには野球好きになってほしい。広がる野球しようぜのは、大谷の思いがしっかり届いてる。自分の寄付をきっかけに、こんな風にさらなる寄付や野球の普及活動が広まっていったらこれほど嬉しいことはないよね。これを見ると、先日の不祥事には本当にさらにムカムカしてくる。しょうもないしっぴん企んでるアホンダラには何も響かないんだろうな。グローブに付属しているものをメルカリに出してる教員、恥ずかしくないか？自分の記録やチームのことだけでなく、世界に野球の普及を望んでいるのがこういうところでわかる。大谷のズバ抜けた行動力で、日本中の小学校の生徒さんや先生たち、そして父兄の皆さんが感動している。大谷の善意の寄付と優しさに感謝し、感動して、大谷の日々の活躍にどれだけの人が元気をもらい勇気づけられているか。なのにお礼だなんて、あなたってどんだけ良い人なんだ？別に野球に興味を持たなかったとしても、贈られたグラブを持って生徒みんなが喜んで何かを感じればいいと思う。これを機に、地元のお金持ちがいくつかのグローブを寄付してくれたり、地元のみんなが使わなくなったグローブを寄付してくれたりしたら、大谷のも実際子供たちが休み時間に使えるグローブになると思う。これを機に、地域の子供のためになる行動が広がればいいと思う。